ラリサ。ラリサ、またはラリッサは、ギリシア中部の都市。テッサリア地方の中心都市であり、テッサリアの主府で、ラリサ県の県庁所在地。市街は、ピニオス川沿いに広がっている。世界遺産のメテオラに近い。アテネ方面から列車で、メテオラに向かう場合、ラリサ駅の手前約40キロメートルのパレオファルサロス、デカランバカ方面に乗り換える。 テッサリア地方には、欧州自動車道路の E75 号線や、アテネとテッサロニキを結ぶ鉄道が通っている。また、ラリサの地域は、ヨーロッパ各地への航路が結ばれている、中央ギリシャ国際空港が立地するネアンヒアロスに近い。また、土星の衛星、ディオネの表面にある傷は、ラリサチャスマと呼ばれるが、これは、ラリサの町に由来する。旧石器時代には、 人類がこの地域で生活していたという痕跡が発見されているが、先進地域の周辺部という位置づけであった。しかし、ラリーサ周辺は、肥沃な土地であり、農業に適した土地であり、また古代には、馬の産地として知られていた。やがて、ラリーサの地域は、他のギリシア地域との差はなくなってきた。ラリサの名称は、古代ギリシャ語で、城塞を意味し、旧石器時代には、 多くの町で一般的であった単語が受け継がれたものである。ギリシア神話において妊婦のラリッサは原始人ペラスグスの娘だとされている。また、ラリサは有名な古代の医者ヒポクラテスやソフィストゴルギアスが死亡した土地だとも考えられている。紀元前5世紀末に他のテッサリア地方のポリスと貨幣を共有することが消滅すると ラリサは独自の貨幣を鋳造するようになった。この貨幣の表面には、ラリサの名前のもとであるとされる、妊婦のラリッサが描かれていた。これは、当時有名であった、シラクサの妊婦、アレトゥサが描かれた、キモンの貨幣に影響を受けた、思われている。また、裏面には、平原が広がるテスタリア地方のシンボルである馬が、様々なポーズで描かれている。また、 テッサリア人の祖先とされた英雄テッサロスの姿も大抵は描かれていた。また、ラリサは、クセノポンダやギリシア洋兵を率いて、ペルシアに向かい、紀元前401年に敗れた将軍の一人、メノンの出身地でもある。クセノポンチョ、アナバシスより、アケメネス朝ペルシアの王ダレーオス2世の息子で、兄のアルタクセルクセス2世を倒し、ペルシアの王になることを企てた、小キュロスを、 メノンは助力しようとしたのであった。このメノンについては、プラトンの対話編の中で叙述されている。そこでは、ソクラティスが正しい考えと科学の違いを、メノンを例に、ラリサへの道として説明している。ラリサへの道とは、メノンが生きる道を信じて、故郷のラリサを目指したように、それぞれ人間は、人生の中で真実を模索しながら、死という目的地へと生きている、と言ったのであった。 テッサリア地方の町に、加藤星が圧倒的であった時代には、ダリサはパラスギオーティス地域に名声があるアレウアデ家によって支配されていた。紀元前369年になると、ダグス・トガスと呼ばれるテッサリア地方のストラテゴが支配するようになった。ペロポネソス戦争が起こると、ダリサはアテナイ側に立って参戦した。次第に、 テッサリア地方の中心都市となっていったラリサは、紀元前344年に、マケドニア王国のピリッポス2世によって併合された。紀元前196年には、共和制ローマの同盟都市となり、テッサリア同盟の名手となった。ローマ帝国分裂後、ラリサは、東ローマ帝国の当事領となり、5世紀まで司教座が置かれた。 その後ブルガリア帝国やセルビア王国に支配され、15世紀にはオスマン帝国の支配下に入った。オスマン帝国時代のラリサは、ヤニナ州、ビライエットにあるパシャが置かれた、トルコ語で、イェニセヒリフェナル、イェニサー、アイフェナーイコール、ギリシャの新しい町として知られた。その間には、古代の街並みは徐々になくなった。ギリシャ独立戦争の際には、 アリパ社の本営がラリーサに置かれ、また、アリパ社によって徴収されたスーダンからのアフリカ兵の残りが、ラリサの郊外に集落を作り、居住した。1881年には大量のトルコ人が、ラリサから移住した。19世紀のラリサは、主に比較や綿、絹、タバコなどの生産が有名であった。また、ラリサでは排水施設の不備や、川の氾濫によって、 熱病やマラリアなどが流行したこともあり、死亡率が出生率を上回ることもあった。1897年の木戸戦争の際には、ラリサは大大大使コンスタンティノスの本営が置かれ、4月25日にはトルコ軍が占領した。平和条約締結後は、ラリサは霧車両に止まった。現在、ラリサで有名なのは、20世紀の初めまで使用されていた、 モスクのミナレットやイスラム教徒の墓地である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。